韓国系リーグ水原さんホシブルーウィングス所属で、大物俳優孫ンホの息子孫順平が、アイドルグループ、エクソファンの指摘を受け、謝罪する事態に発展した。孫順平は18日午前、自身の SNS に、僕の至らない考えで軽率な文章を残してしまいましたとし、 エクソファンの皆様へ心よりお詫び申し上げますと明かした。先頃、孫ョ平は自身の SNS に、エクソファンの書き込みテロ、いい加減にしてよと書き込んだことについて、謝罪文を掲載した。ことの発端は、父親孫ンホが主演を務める映画、麻薬王と、エクソメンバーディ王が出演する映画、 スイングキッズが同じ日に同時公開されることを受け、競争構図が形成されたことだった。映画、麻薬王の記事に、批判するようなコメントが相次いだことを受け、自身の SNS で不快感を示した。しかし、これを、エクソファンの仕業と決めつけるような行動で批判を浴び、自身の謝罪を認めた上で謝罪した。